さんこんにちは。今日は8月3日の土曜日です。今回はですね、 Z125Pro のカスタムをします。カスタムする場所はマフラーになります。Z125Pro を買って約1年がね、経ったんですけども、まあこれからね、少しずつカスタムをしていきたいと思います。まあ、見ていただいて分かる通り、かなりね、サビがね、来てしまってます。そしてね、今回交換する、マフラーはこちら、オーバーレーシングの、マフラーになります。はい、こちらがね、エキパイですね。チタン製になります。こういう感じですね。それからこれがね、サイレンサーですね。今回ね、オールチタンの、サイレンサーをね、選びました。この焼き色がね、とてもね綺麗ですね。そしてエンドも非常に大口径で、迫力があります。どんなね、音が出るか、とても楽しみです。それとあと付属品類が、この、釣りバンド、それからステー関係ですね。はい、ではね、早速取り付けていきたいと思います。取り付け完了しました。あとはね、アンダーカールをつけて完成となります。このエンジンの下で、マフラーがね、蛇行してまして、容量をね稼いでるのが分かります。焼き色がね、とても綺麗ですね。はい、では、アンダーカールをつけて、後ほど試乗に行きたいと思います。